風流。名前だね。私、ミュン。辛い、苦しいってあなたの声、聞こえたよ。だから、メビウスに連れて行ってあげる。嫌なことは、全部忘れちゃえ。願いは何でも叶えてあげる。在校生代表、祝辞。在校生代表、2年4組、柏場琴乃。以上、在校生代表による祝辞でした。続きまして、卒業生代表、冬至。卒業生代表、3年4組、響健介。はい。在校生代表、祝辞。在校生代表、2年2組。以上、在校生代表による祝辞でした。続きまして、新入生代表、冬至。新入生代表、1年1組、響健介。はい。気づいちゃいましたか。残念ですよ、先輩。どうした？おいおい、なんだよ。ほう、まずいな、あいつ。無理もねえよな。卒業おめでとう。なになに？事件？
げ出したいのはこっちよ。あの人も見えてるんだ。ねえ僕ら見つめ合って夜空を駆けてゆく泣かないで君の目に Fly again 悲しみのレクレーション、はい、それに誰も外に出しちゃいけないって約束なんだ。でも記憶は消したからメビウスから出ようなんて普通は思わないはずなんだけどな。何か気に入らないことあった？教えてくれれば私が何とかしてあげるよ。みんながみやびしって呼んでいるこの町の本当の名前。この町の半分は私が作ったんだよ。すごいでしょ。何かがおかしかったり足りないから君もメビウスが偽物だって気づいたんだよね。ねえねえ、何が欲しいの？何があったらずっとここにいてくれる？何もいらないの？へえ、そんな人もいるんだね。困ったな。やっぱり本当の家に帰りたいのかな。本当にごめんね。それだけはダメだって言われてるの。ミュー！あ、アリア！メビウスと輪を解いちゃってよ。メタバーサスに帰るわよ。オッケー。ダメだよ、できないよ。みんなと約束したんだもん。こら、ミュウ。おいお前、何言ったのか知らねえけど、ミュウがどっか行っちまったじゃねえか。せっかくのライブを中断させやがって。覚悟しやがれ。なんかヤバそうな感じ。ひょっとしてこれ逃げた方がいいんじゃない？おい、こっちだ。落ち着け、つうな。お前、頭かてえな。落ち着いたか？ほら、逃げるぞ。ああ、危ないところだったな。俺は佐竹翔吾。見りゃわかるだろうが、お前と同じ学校だ。お前も周りの連中がおかしく見えるようになっちまったんだろ。やっぱりか。それなら安心しろよ。俺もお前と同じ変な連中が見える仲間だよ。
入学式のあんたを見て助けに来たんだ。ひとまずここをなんとか切り抜けて俺の仲間がいる場所まで行こう。仲間ってユウ以外にもこの世界のことに気がついてる人がいるの？なんだこいつは、まさかミュウの仲間か？違うわよ。いや違ってないけど。まあそうだったけど今はそうじゃないの。こいつチビのくせに声がでけえ。分かったからもう少し静かにしゃべれ。奴らに気づかれ。見つけたぞ。行ったそばからこれか。やるしかねえのかよ。クソチビ、後で覚えとけよ。仕方ないじゃん。バーチャドールは声量が命なんだから。でもこれって絶対絶命のピンチってやつよね。うまくいく保証はないけど、ユウにかけてみるしかないかも。いい、よく聞いて。これからユウの中から奴らと戦うための力を引き出す。ユウはなんでこの世界に来たの？教えて。説明してる時間がないの。ユウも現実に苦痛を感じてたんでしょ？誰にも理解されなくて、どうしようもなくて逃げ出したくてここにたどり着いたんでしょ？聞かせて、受け止めるから。それだけじゃ足りない。全部吐き出して。そう、そのまま聞かせて。ここなら他に誰も聞いてないよ。あたしかさ、話して。恥ずかしくても醜くてもいい、願いがあるんでしょ？苦しかったね。それを全部自分の中に抑え込んで生きてきたんだよね。でももう大丈夫。苦しいことも辛いことも、私がそれを力に変えてあげる。ほら、ユウの中から思いが溢れようとしてるの感じるよ。肉体の殻を破ろうと膨らんでる。周りのことなんて気にしなくていいよ。その気持ちを全部ぶちまけちゃえ。行くよー。 Are you ready? Go! ライバン。おい、なんだその姿。それがユウの心の形。この世に二つと同じもののないユウだけの力。さあ反撃の時間だよ。ユウの心の力バーンと見せつけちゃって。オッケー。
アリアン、サポートよろしく。調子だ。どうやら死んじゃいないみたいだな。うん、大丈夫。しばらくすれば正気に戻るはずだよ。さっきの武器は何なんだ？どこから説明すればいいかな。人間って誰しもが自分の内側にいろいろ溜め込んでるでしょ。いきなり何の話かわからねえが、そうだな、そういうもんだわ。その内側に溜め込んだドロドロの心を現実では理性とか建前で抑え込んで生きているんだよね。ただこの世界では抑圧する必要がないからか、内側のものが溢れ出ちゃうわけ。体という殻を突き破って出てきた黒いドロドロが異形を成したもの、それがさっき襲ってきた奴ら、デジヘッド。要するに外面気にせず好き放題に暴走しまったのが奴らってことか。じゃあなぜ俺はそうなってね。こいつもそんな気配がないぞ。現実の存在に気づいてるからだね。理性が邪魔してうちに秘めた心を周りにさらけ出すことができない。こんな世界に来てまで人目気にして生きてる小心者だからってことか。そのおかげで暴走せずにいられるんだよ。ただその心の力ってこの世界じゃ特に強力だからね。同じものがないと対抗できない。そこで調律担当のアリアちゃん登場。殻を割って暴走しようとする心をよしよしって安定化させられちゃうの。つまり内側に秘めた心の爆発をコントロール可能な状態にしたのがさっきユウが使った力ってわけよ。私はそれを人間の言葉を借りてカタルシスエフェクトって呼んでる。どう？イケてるでしょ。カタルシス、抑圧からの解放だったか。昔医者から聞いた気がすんな。でお前は何なんだ？私はミュウと同じバーチャドールだよ。ミュウをメタバーサスに連れ帰るために来たんだ。たまたま同じ頃に発売された私とミュウはメタバーサスにあふれる情報の海を漂ううちに自分の意志で動けるようになって友達になったんだ。まあそんな名前のバーチャドールもいたか。こんなチビじゃなかった気がするが。でメタバーセスってなんだ？うん、私たちはネットのことを仮想空間のメタバースと無意識の ES を足してメタバーセスって呼んでるの。人間ってネットにいろんな情報垂れ流すでしょ。それって知識や楽しいことだけじゃないんだよ。欲望、不満、不安、恐れ、憎しみ、怒り、嘘。私たちに作ってくれる曲にもやっぱりそういうものが多いんだよね。みんなの辛さが痛いほど伝わってくるんだ。みんなのいろんな感情がごっちゃになって渦巻いてるメタバーセスはユウたち人間の無意識みたいなものなんだよ。私とミュウはそんな人間の悩みを何とかしてあげたいって思ったんだけど、だんだんミュウが変になっていったんだ。ミュウの仲間だけど仲間じゃないってのは本当みたいだな。よくわかんねえことだらけだが、ひとまずそれで納得しとくわ。もう少し詳しく話を聞きたいが、この続きはまた後にして場所を変えよう。
ここにいたらまた見つかるかもしれない。アリアだっけか？お前もそれでいいだろ？うん、とりあえず当てもないし、ユウたちについていくことにするにゃ。安全な場所が学校にあるんだよ。東大元暮らしだろ？そこで俺の仲間と合流しよう。ここが俺たちの隠れ家だ。音楽準備室？この世界じゃ音楽といえば DTM だからな。吹奏楽は人気がなくて誰も寄りつきゃしない。人目をひとまず仲間たちを紹介する。ついでにデジヘッドに見つからずに過ごすコツみたいなのも教えられるはずだ。ここが現実じゃないって気づいたことで何かと苦労することはあると思うが、困ったらほどほどに頼ってくれ。そこまでしてもらうならいっそユウも仲間に入れてもらっちゃったら。せっかく同じ境遇の人がいるんだし、一緒にいた方が安全そうでしょ。それに私も事情を知ってる人が一緒にいてくれた方が協力しやすいしね。旅は道連れ、世は情けってやつだよ。俺は構わないぞ。というかお前のあの能力があればむしろ俺たちの方が助かるくらいだ。はい、ほらこう言ってるんだし。決まりみたいだな。さあ入ってくれ。中の奴らも喜ぶはずだ。ようこそ帰宅部へ。おかえり。遅かったわね。いろいろあってな。まあそれは後で説明するとして、まずは新入部員の紹介からだな。へえ、もう入部が決まってんのか。たまには翔吾も部長らしいことするじゃねえか。おお、よかった。入学式を飛び出しちゃうなんて心配したんですよ、先輩。紹介する。ここにいる4人が俺たち帰宅部のメンバーだ。私は柏場琴乃よ。琴乃でいいわ。よろしくね。よー、新入り。だいぶビビってたみたいだけど、もう安心していいぜ。この巴小太郎様がバッチリ助けてやんよ。私、1年3組の篠原美冬です。で、この前卒業したばっかりなんですけどね。あ、私、神楽鈴奈って言います。美冬ちゃんと同じで、この前卒業して1年生になりました。まったく、何度聞いてもおかしな自己紹介だな。入学式の一件でお前も気づいたろうが、ここじゃどういうわけか延々高校3年間が繰り返されてる。老若男女問わず高校生だ。笑えるだろう。生身の人間って言い方が正しいのかわからんが、人間らしい連中は誰も大人にならない。そこらを歩いている大人はみんなカクカクした偽物よ。あとは機械のお化けみたいになっちゃってる連中ばっかり。そしてそのことに気づいてるのはどうも俺たち帰宅部ぐらいって。ところで本題に入ろうか。ちょっとユウ、大事な人のこと忘れてくれちゃってない？ん？今の声は何？ああ。しちゃってオッケー。なにこれ、妖精？うわー、ちっちゃい、かわいい。あ、この子バーチャド
じゃあこいつミュウの仲間じゃねえかよ。どけ新入り、ぶっ潰してやる。うわ、何いきなり、私なんかした。こうなるから順を追って話そうとしたんだ。いいから落ち着け、お前ら。無理みたいだな。悪いな、部員には俺から説明するからちょっと待っててくれ。どこまで話したか。要するに俺たちは現実とは違う世界に閉じ込められてるってことだ。出口もなく、帰る方法も見当がつかない。そしてこの世界に閉じ込められた奴に共通してるのは、現実のどこかしらでミュウの歌を聴いていたということだ。この街も至る所でミュウの歌が流れまくってるが、気をつけろよ。デジヘッドだったか。ずっと聞いてるとあいつらみたいにおかしくなっちまうからな。おかしくなった奴らはみんな揃いも揃ってミュウの話ばかりだ。信者って言った方がしっくりくるな。ミュウがこの世界に関係しているのは間違いない。それを探って現実に帰ろうとしているのが俺ら帰宅部ってわけさ。ここが現実じゃないこともミュウが関係していることも間違ってないよ。この世界、メビウスは私とミュウが作ったんだ。お前とミュウが作っただって、やっぱりお前のせいじゃねえか、この野郎。落ち着け小太郎、こいつは敵じゃねえって説明したばかりだろうが。落ち着けるかよ。このチビのせいで俺らはこんなところに閉じ込められてんだろう。まずはこっちの話を聞きなさいよ。図体ばっかり大きくて器の小さい男ね。なんだと。俺はチビなんかじゃねえぞ、このドチビ。チビッチョ、おっさいわね。ハートが小さいっつってんのよ、この気持ちび気持ちびっちょ。この誰がキモいチビだ。誰もキモいなんて言ってないでしょ。まあキモいけど。何そのサングラス、かっこいいとでも思ってんの。てめえ黙って聞いてりゃいい加減にしとけよ。全然黙ってなかったし、受けて立つわよ。てあ、うるせえ、黙って聞け。小太郎くんの気持ちもわからないでもないけど、まずは話を聞きましょう。ようやく見つけた手がかりなんだもの。そうですよね。ねえアリア、そもそも何のためにそんなことしたの。みんなを、悩みを抱える人たちを幸せにしたかったの。でもそのうちミュウが人の魂を閉じ込めるようになっちゃって、ミュウの力が大きくなるにつれて私の力や体は小さくなっちゃうし、私には何が何だか。ねえ、みんなが家に帰れるように説得するからミュウを探すのを手伝って。ミュウ本当にいい子なんだよ。俺から言わせりゃ、どういうつもりでミュウが人間をこの世界に閉じ込めているのかはこの際どうでもいい。はっきりしてるのは、ここにいる全員が本当の家に帰りたがってるってことだ。お前だってそうだろ。現実離れしすぎててよくわからないけど、ここから出るためにはミュウを探し出すしかないみたいね。私は乗るわ、グズグズしていられないもの。
私もやります。ここはご飯も美味しいし楽しいとこですけど、でも帰らなくちゃならないんです。私も頑張ります。俺の腹は決まってる。どうする小太郎、この手がかりを見過ごすつもりか。仕方ねえな。お前らだけじゃどうしようもねえだろうし、俺が助けてやんよ。決まりだな。アリア、ミュウがどこにいるか心当たりは？ミュウに楽曲を作ってる人気トールピー、オスティナートの学士っていう人たちを探すのが一番近道のはずだよ。学士たちの作る曲とミュウの歌がファンの子たちからメビウスを維持する力を生み出してる。学士たちを探し出せばミュウの元にたどり着けると思う。オスティナートの学士ね。で、その大層な名前の奴らはどこにいるんだ？学士もユウたちと同じ現実から来た人だから、この高校の生徒なんだよ。つまり学校にいる可能性があるってことか。確かにあてもなくミュウを探すより早そうだ。なるほどね。じゃあ手分けして探しましょう。みんなで固まってたら怪しまれるだろうし。よし、それなら俺と新入り琴乃のグループと小太郎、美笛、鈴名のグループに分かれて探しに行くぞ。学校に戻った新入りをとっ捕まえようとしてるのかもな。まあそのカギピーとやらだろうな。逆に考えれば今この学校にいるってことだろ。面倒が省けて好都合だ。おい新入り、携帯持ってるか？帰宅部でグループを作ってあるから、ワイヤーの ID 教えてくれ。登録したグループのみんなとチャットができるアプリ知ってるわよね。何かあってからだと遅いし、私から帰宅部のグループに招待するわね。これでよしっといつでも個人宛にメッセージくれたっていいわよ。新入りのあの能力、俺たちにも？メビウスに気づくほどの現実への執着だし、みんな素養はあると思うんだけど、こればっかりは確約はできないかな。だから私のいないところでは戦闘は避けてちょうだい。そううまくはいかねえか。新入り、入部早々悪いが、いざという時は頼らせてもらうぜ。じゃあそろそろ帰宅部の活動開始とするか。
じゃあ小太郎様チームはこの校舎から調べてみるとすっかな。ああ、それでいい。じゃあ俺たちは2年のフロアを調べてみるとするか。はい。じゃあ先輩たち、また後で会いましょうね。何かあったらワイヤーで連絡しますね。怪しまれないためにもカギピーファンのふりをして本人に会いたくて探してるってことにしとけよ。よーし、準備できたならカギピーのことパピューンって見つけちゃって。
アリア、サポートよろしく。ユウ、やっちゃって。なしだ。全力で行くぞ。アリア、どうだった？うん、いい感じだったよ、みんな。さあ、始めよう。全力で行くぞ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。うん、いい調子だ。
アリア、サポートよろしく。なしだ。全力で行くぞ。全力で行くぞ。全力で行くぞ。アリア、どうだった？アリア、サポートよろしく。手加減はなしだ。これはどうだ？みんな、お疲れ様。
帰宅部、活動開始だ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。加減はなしだ。全力で行くぞ。アリア、どうだった？うん、いい感じだったよ、みんな。帰宅部、活動開始だ。手加減はなしだ。これはどうだ。手加減はなしだ。恐れないで、そばに来て。
これで最後だ。今楽にしてあげるよ。全力で行くぞ。これで最後だ。全力で行くぞ。いい調子だ。帰宅部、活動開始だ。手加減はなしだ。これで最後だ。全力で行くぞ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。これで最後だ。全力で行くぞ。アリア、どうだった？うん、いい感じだったよ、みんな。さあ、始めよう。手加減はなしだ。手加減はなしだ。とどめだ。
手加減はなしだ。アリア、どうだった？うん、いい感じだったよ、みんな。さあ、始めよう。手加減はなしだ。これはどうだ？全力でいくぞ。よし、先に進もう。さあ、始めよう。全力で行くぞ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。これはどうか。全力で行くぞ。これで最後。手加減はなしだ。
力で行くぞ。今楽にしてあげるよ。全力で行くぞ。ここで立ち止まるわけにはいかないんだ。手がかりなしか。他のみんなが何か聞いてるかもしれないし、そろそろ一旦集まっちゃおうか。お互いまともな収穫はないみたいだな。ねえねえ君、隣のクラスの子だよね。私奇怪な活動をしてるって噂の帰宅部について調べてるんだけどさ、何か知らないかな。ねえ、なんか知ってたら教えてよ。教えてくれたらナルコ超感謝しちゃう。ねえ、知らない？あなたナルコさんだっけ？どうしてそんなに帰宅部のこと知りたいの？どうしてって、秘密のクラブなんて謎めいててかっこいいからかな。なんかみんなの注目の的だし。もしかして先輩、情報持ってます？え、私は何も知らないわよ。じー、そんなことより、噂話が好きなんだったらカギピーって人のこと知らない？カギピー？最近人気のドールピーの？動画サイトなんかでもすごい再生数稼いでますよね。私も生主やってるけど、あそこまではなかなか。いいなぁ。話がずれちゃった。カギピーですよね。まあ噂を知らないこともないですけど。本当？教えてくれない？カギピーのこと。私たちこの曲聴いてファンになっちゃって。代わりに帰宅部のことを教えてくれたらいいですよ。先輩たち何か隠してますよね。私は別に。なあ、帰宅部ってそんなかっこいいか？うんうん、イケてる。そりゃもうめちゃイケですよ。多分何でも帰宅部って世界の秘密を知ってるって噂ですよ。チラッ、興味そそられちゃうな。チラッチラッ、きっとすっごいかっこいい人たちなんだろうな。そうかそんなかっこいいかいいぜ、教えてやんよ。じゃじゃーん、俺たちがその帰宅部だ。でも秘密だぜ。あ、小太郎、このバカ野郎、何考えてんだよ。うっそ、マジ？やだ、ちょっと待って、写メ撮らなきゃ、写メ。おい、勝手に撮るな。おっと、命より大事なスマホをそう簡単には渡しませんって。それでそれで、帰宅部って何してるんです？何人いるんですか？今ここにいるので全員、何が目的なんですか？ざー、めんどくせえやつだな。秘密なんかねえよ、ただの仲良しグループだ。
そんなことより、カギピーを探してるって言ってんだろ。もう行くからな。あ、待って待って、カギピーの情報ならバッチリ持ってますから。この森田ナルコさんが案内しちゃうよ。さあ、行こう行こう。目的地は3年4組だよ。それじゃあ出発。3年4組って言ったら3階の西にある教室だったな。小太郎のグループはカギピーが見つからなかった時のために他の場所を調べておいてくれ。アリア、サポートよろしく。ニュー、やっちゃって。これで最後だ。手加減はなしだ。で立ち止まるわけにはいかないんだ。アリア、サポートよろしく。ニュー、やっちゃって。とどめだ。手加減はなしだ。みんな、お疲れ様。ん？何の音だ？何の音かな。あ、森田さん、皆さんとどこかに行かれるんですか？やっほー、水口さん。今からカギピーに会うために3年生の教室に行くところなんだ。カギピーさんって私たちのクラスにもファンの方がたくさんいる人気ドールピーさんですよね。森田さん、知り合いだったんですか？私はそういうの疎いんですけど、顔が広いんですね。うん、私にかかれば朝飯前だよ。じゃ、行ってくるね。ひょっとして、また森田さんが迷惑かけてますか？ううん、カギピのところに案内してもらってるだけよ。それよりあなたは？私、森田さんのクラスメイトで水口マリエと言います。森田さん、ネットと SNS に夢中で現実の交友関係がおろそかみたいなんですよね。よかったら仲良くしてあげてください。それでは私はこれで。何やってんです？行かないんですか？